南極エイトケン県盆地とは、月の裏側の南極付近にあるクレーターである。エイトケン県盆地、サウスポールエイトケン県盆地とも呼ばれる場合もある。ここでは、ガツの家具屋や、ジャクサ家具屋ウェブサイトなどで採用されている、南極エイトケン県盆地を基地名とした。直径約 2500km、深さ約 13km に及ぶ規模で、月では最大、 太陽系内でも最大級の大きさのクレーターである。なお、大きさは隠し量によって多少のばらつきが見られ、ここでは英語版の数値を採用した。南極8圏盆地は月の裏側にあるため、宇宙探査機によって月の裏側の地形が明らかになるまでその存在が知られることはなかった。 1959年に打ち上げられたソ連の宇宙探査機ルナ3号によって初めて月の裏側の写真が撮影され、初期の宇宙探査機によるデータから1962年、南極エイトンボ盆地のある付近に巨大な衝突地形が存在する可能性が指摘されていた。1960年代中頃、ルナオービター計画によって南極エイトンボ盆地の存在が次第に明らかとなり、 アポロ計画に伴う月探査の中で南極エイン県盆地は広く知られるようになった。そして1978年アメリカ地質調査所によって公表された地質図の中で南極エイン県盆地は月の裏側の南位20度付近から南極点付近までを占める直径約 2500km の太陽系内でも最大級のクレーターであることが明らかになった。 その後1994年に打ち上げられたクレメンタインのレーザーコード計によって南極エインボ盆地の巨大な衝突地形がよりはっきりと示された。月の裏側、画面下方の周囲よりも暗い部分が南極エインボ盆地。南極エインボ盆地は直径約 2500km、深さは約 13km に及ぶ水性のカロリス盆地。 火星の減らす平原などと並ぶ太陽系内有数の巨大クレーターである。日本の月探査機、カグヤの観測結果によれば月の平均半径から最も低い場所は南極エインボン地の中にある直径 143km のアントニアディクレーター内にある小クレーターの底であることが判明した。南極エインボン地内の月の最低地点は 平均半径から9 0 6トル低くなっている。そして月の最高地点は南極エイト県盆地の北側に広がる高地にあって、月の平均半径から1 0 7 5トル高くなっている。月の最高地点と最低地点はわずか約1 0 0 0トルしか離れておらず、これは南極エイト県盆地が形成された天体衝突によってえぐり取られた部分が月の 最低地点となり、えぐり取られた土砂が南極エイト県盆地外に溜まった部分が最高地点となったものと考えられている。南極エイト県盆地の形成後、衝突した商店体によって盆地内には多くのクレーターが存在し、現在では形成時の形が崩されてしまっている。南極エイト県盆地では、社長石等で構成される月上部のがほとんどなく、 密度が高い地殻が存在することが明らかになっている。そして月探査機、かぐやの観測によって南極8県盆地内の大きなクレーター内は射砲奇跡で構成されていることが判明し南極8県盆地地下には超腐鉄質鉱物による均質な地層が形成されていることを示している。このことは南極8県盆地は直径 200km 以上という 大きな天体が衝突したことにより、上部の近くが剥ぎ取られ、近く下にあったマントルを溶かし、直径 1000km 以上の溶岩の海が形成されたことを示していると考えられる。また、月の表側に多い海の周辺と同じく、南極エイト県盆地の周辺には、観覧石が多い地域が発見されており、これも、やはり巨大天体の衝突によって、 月の地下約 100km 付近にあったマントルの物質が掘り起こされたことを示していると考えられている。一方、クレメンタイン探査機の観測結果によって月の表側にある雨の海や嵐の対応に見られるトリウムの集積が南極エイト県盆地では顕著に見られないことが明らかになっている。クレメンタイン探査機によって南極エイト県盆地内の一部に トリウム濃度がやや高い場所があることが明らかになっている。これは雨の海や嵐の太陽の反対側にあたる場所に雨の海、嵐の太陽が形成された際に放出された物質が集積したことによると考えられている。雨の海や嵐の太陽は南極エート県盆地と同じく巨大天体の衝突によって生まれた地形と考えられているがトリウムの濃州状況に差が見られることから 月の表側と裏側とでは、近くの形成過程に違いがあったと見られている。その他、かぐやの南極エイト県盆地の観測結果で注目される点としては、月面上に局所的に分布する弱い時期がある地域の中で、南極エイト県盆地は最も強い地場が存在していた。その結果、南極エイト県盆地上空には弱い時期圏があり、 太陽風との相互作用の結果、昼間の南極エイトボン地から上空に向けて高速のイオン風が吹き上げられていることも観測された。大規模な天体衝突によって形成された南極エイトボン地は衝突によって月深部の物質が掘り出されていると考えられ、月及び太陽系の地質学上大きな興味を持たれている場所の一つである。 そのため地球から直接見ることができない月の裏側にあるというハンディはあるが、将来の月探査における重要なポイントの一つとされている。またシャクルトンクレーターなど南極エイト県盆地内で南極点に近いクレーター内部には火が当たることがない永久影地域が存在し、そこには水が存在すると考えられており、人類の月の探査拠点の一つとなることが期待されている。 ありがとうございます。